今回の能楽カラオケ、皆様に挑戦していただく中でもこのパートが一番難しいです。よくよく聞けばありがたやから、春ものどかにというところまでの歌いは拍子合わずの歌いでございまして、お囃子の演奏を聞かずにご自身の流れでお歌いいただいたら結構なのですが、その後に拍子合いと呼ばれるリズムに合う歌いにギアをチェンジいたします。スイッチを入れ替えていただきます。そのためには拍子合わずの最後に向けて皆様盛り上げていっていただきたい。つまりしてと脇の歌いの掛け合いを次から次へと重ねてテンションをどんどん上げていただくというのがこの拍子合わずのところの歌いのポイントとなります。司会並みの歌いの中には歌いの抑揚をつけるためのいわゆる節というものがございます。その節の歌い方を扇の動かし方でちょっとお聞きいただきたい、見ていただきたいなと思います。司会の西塚にて国も治まる時つかぜ枝を鳴らさぬによなれや愛に愛を祈る松こそめで得たかりけれ下にやあをいてもことの愚かやかかるように詰めるたにとて豊かなる君の眠みぞありがとうき君の眠みぞありがとうき。今のが節を扇で、表して、お聞きいただきました。節というのはその言葉また場面雰囲気を盛り上げるために、節付けられておりますので、皆さんもおめでたい気持ちを心の中に描いていただいて節を頑張って歌ってみてください。栗と呼ばれる部分でございますが、栗と申しますのは、その後半戦が始まる前の一つの一番の大きな盛り上がる部分でございますので、今まで 100% で歌っていただいたところを 120-30% ぐらいまで出力を引き上げていただきまして、うわっと盛り上げきっていただく、そして一度落ち着かせていただき、サシと呼ばれる部分に改まった気持ちで歌い始めていただく、そういう部分が栗サシでございます。この部分はともに拍子合わずでございまして、節特に栗の方は節がすごく難しいので頑張ってお聞きいただきたいと思います。能楽カラオケ高砂、いかがでしたでしょうか。古来より能楽といいますのは芝居ではございませんので、表へ表情や感情を一切出しません。心の中にその気持ちや感情や景色すべてを描きます。それを歌いという音、文字、言葉に託して聞く人、見る人の心に訴えかける、これが能楽の魅力ではないでしょうか。ぜひ皆さんもそんな人の心に伝わる歌いを歌ってみてください。